こんにちは、この花の寒月です。今日はこの花神楽坂のご案内をしたいと思います。こちらの建物の1階になります。はい、入り口は2箇所ありまして、こちらがベランダからの入り口になります。こちらの入り口が、ちょっと塀がありまして、またがないといけないので、お着物の方はもう1箇所の玄関の方を今からご案内いたします。今からご案内いたします。こちらがもう一箇所の玄関になります。ちょっと隠れ家のような入り口です。それでは中をご案内いたします。いらっしゃいませ。木綿の反物を中心に、普段着物に合う半幅帯や名古屋帯、洋服にも合わせられるバッグ類もたくさん揃えておりますので、どうぞお近くにお寄りの際にはお立ち寄りください。あと、普段着物でいろいろお尋ねになりたいことがございましたら、ぜひお気軽にお尋ねください。心よりお待ちしております。